郎です。よろしくお願いいたします。マイナス先がきついですけども、まあ、挑戦しています。かわいいお夏の小舟に乗せて花のせじゅろに紅のぼんぼりが瞬き始めた。細手幕の影であった。忘れはせぬ未来までもと誓った中、なのに清十郎の姿は見えぬ。どこへ行った。会いたい、ああ会いたい。向こうを通るは清十郎の金を取ったトガにより清十郎は仕置きを受けたと。嘘じゃ。清十郎は取りはせぬ。取らぬ者が仕置きとは。これは弁子太郎です。清十郎殺さば大夏も殺せ生きて思いを最初よりも生地情けがそれ肌となる。誰も知らぬのじゃ。清十郎は死にはせぬ。ここにいる。いつまでもわしの胸の中にいるのじゃ。